ブラジル電力は、ラテンアメリカ最大の電力会社である。ニューヨーク証券取引所、サンパウロ証券取引所に上場している。活動領域を、ブラジル国内のみならず、ラテンアメリカやアフリカ大陸にも広げつつある。ブラジル電力が創立したのは、1962年のことであり、ブラジルの電力の 60% を供給している。発電容量は4万メガワットであり、ほとんどが水力発電所によって賄われている。ブラジル政府がブラジル電力の株式の 52% を保有しており、ボベスパのみならず、ニューヨーク証券取引所、マドリード証券取引所にも株式を上場している。ブラジルの経済における巨大さ、ブラジル最大の水力発電所であるイタイプダムの資本の 50% 以上を保有していることから、ブラジルの経済成長の重要な役割を果たし続けている企業である。ブラジリアに本社を置くが、メインオフィスをリオデジャネイロに設けている。また、海外進出においても積極的であり、ペルーのリマ、ウルグアイのモンテビデオにも代表所を置いている。ブラジル電力は2008年4月7日にAct 11.651 を採択した。内容は合弁企業あるいは特別目的会社を設立することで電力業務の海外進出を実施することである。そのためにブラジル電力が計画していることはラテンアメリカ各国とブラジルの電力網を接続すること。ブラジルとラテンアメリカ各国の間で電力供給によっての統合を実現すること、ブラジル以外の市場で電力業務に参入することでさらなる発展を遂げることを目的としている。ブラジル電力の海外業務進出にあたり、ラテンアメリカ及びアフリカの数カ国でいくつかの交渉が持たれている。アンゴラ、アルゼンチン、コスタリカ、ニカラグア、ペルー。ベネズエラとは発電所の建設や電力の相互融通といった話し合いが持たれている。また、ボリビア、コロンビア、中国、エクアドル、エルサルバドル、ギニアビサウ、ガイアナ、モロッコ、ナイジェリアといった国々とも交渉の場を設けている。ブラジル電力は環境保護にも力を入れており、アジェンダ21、京都議定書といった国際協定に準じたガイドラインを社内に作成している。AB、ブラジル電力 P、銘柄概要。ニュース証券。2009年12月26日閲覧。ありがとうございます。